さきちゃん、隣の教室に行くだけなんだから、手をつながなくてもちゃんとついていくよ。ほなみ、おめでとう。ほら、主役は座ってて。食べたいものがあったら私たちが取るから。ほなみ、誕生日おめでとう。お祝いの準備、いろいろしてるし、楽しんでほしいな。ね。今日は望月さんに日頃の感謝を伝えるんだって、サキたちが張り切ってるみたい。ほなみちゃん、おめでとう。教室でお祝いした写真たくさんあるから、後で送るね。ほなみちゃん、お誕生日おめでとう。美味しいスイーツ用意してあるから、みんなで食べようね。ほなみちゃん、おめでとう。ケーキ食べた？お菓子もあるよ。いっぱいお祝いさせてね。望月さんのお祝いにたくさんの人が集まってたんだね。今日は本当におめでとう。ほなみちゃん、お誕生日おめでとう。ちゃんと当日にみんなとお祝いできてよかったわ。ほなみ、とっておきのショーを準備してきたからな。楽しみに待っていてくれ。望月さん、誕生日おめでとう。お祝い、参加できてよかった。これからもよろしく。ほなみちゃん、おめでとう。次集まった時は、どんなテーマで絵を描こっか。楽しみだね。ほなみちゃん、誕生日おめでとう。よかったら今度、Mちゃんたちも誘って買い物に行こうよ。